タルチャンネル。じゃあ、僕の先行でいいですか？よし、行け。あれだね、その本編で漫画やって、犬に負けちゃったんだけど、やっぱ先手で一回やりたいってことで。そう。はい。これに見せたらマジで恥ずかしい。はい、まずは A で。はい。それがやっぱ一緒なんだな。A の後 B でお願いします。これもう一回できて B ね。そう。はい。さすがにね、後手になったとしても絶対福良さんもこうやるよなとは思ってたから。はい、あー、1、2、3、どれもいけないんだね。けど、これがスルーしとくと C 選ぶやつだよね。あ、でもスルーとかがないのか。絶対に解消できるんだ。っていうところまで前回マンカラをメインチャンネルでやったときに全部言っております。覚えてないんだよ。D D、はい。OK、A で。早いな。いや、要は、次 C を言ってくれたら F も E もポケットに追われるなと思ってたわけ。1、2、3、はいはい、そう言わないですよ、そんなのは。できなくてと思って、じゃあ次ここで E を選ぶと F が1個増えちゃうでしょ。でそのタイミングで C を選ばれるとポケットに行けなくなっちゃうんだよ。だから一回通り過ぎさせた方がいい。どっちなんだろうな。これ F 選んでも E 選んでも ABC の石の状況って変わんないんだな。そう、でも実はこれ E 選ぶか F 選ぶかで僕の手は分岐してます。へえーえー、すごい。本当に研究はしてきてたんだな。1,2,3,4 では C でポケットに行かれるんだけど、 F 選んでも E 選んでも C がね1個増えるから大丈夫で。でもね、2位行きたがるよな、多分。行きたがるだろうから。ここは F。違うかな。あ、A 行くのか。これね、このパターンが。頑張れ頑張れ。これどっちだっけな。これで負けたら本当恥ずかしいよ。本当恥ずかしい。サメちゃんまで取って。でも一回ミスったどころで覆せるのか。一回ミスると、一気にどこでどう見せてもひっくり返ります。え、マジで？じゃあさ、俺先手取ったじゃん。どっかでミスってたら、どっかでミスってたら入れ替わってたんですけど、そのことに僕は気づけないから。あ、そっち覚えてないから。そうだから、ミスったとしても、ミスったことが分かったとしても、じゃあこの盤面で何が最適なんですかっていうのは自分で考えないといけない。なるほどね。そこが犬ができなかったか、まあ、俺がもしかしたらずっと最善だったか。ふくらが最善手打ってないことは気づけるんじゃないの。俺だったらこうする。まあ確かに、目線がふくら目線だったらあるから。確かに。え、でもだからなんかその最善手が分かりにくくなってたよなっていう工程をやってたんですよ、僕も。おだから紛らしくなってもう僕もだから思い出し、もうかき乱そうで最善手が変、直感的じゃない最善手になるように。なるほどなるほど。かき乱そうかなっていうのをやってた。さあ ABC。でもね、B じゃないんだよな、絶対 B じゃない。絶対 B じゃなくて。B だとね、ポケットで終わってね。良さそうな感じ。良さそうな感じしますが。ね、E だ、E 動かしてたら B だったんだよ。B、C だったんだよ。ってことは、A なのかな。C の可能性あるよな、でも。いや、C だ、これ C で。C でパズルを。C だったはず。ガチ暗記だから、ただの。まあでも、将棋もね、最初の囲いとか、あの定石通りみたいな。はい、このタイミングで。そうだっけな、この気がするわ。E が6あるから、1、2、3、4、5、6なんだよね。そしたら、E を動かすと、あえて、こっち側のポケットが終わりますね。大盤解説してる気分。3、B が3になっちゃうのがちょっと嫌だったよね。いいでしょ。ちょっといい微妙だ。F。F、はい。F ポケットはい。からの E。E ね。はい。F からの E か。C。知らんか。はい、ポケット取ってます。からの。え、これ知らない形なの？F からの E かと思った気がするけど、でも、まあ基本通りに行けば基本は勝てるはずなんで。からの、さあ、パソコンが最善手しか打ってこないから、知らない場面になってるこの人。こっちでしょ。
でもね、特殊じゃないってことは分かるね。もう一回、ああ、確かにこれ勝てないか。そう、あのね、実は自分の陣地に石がね、1個とかになるのね、不利なんで。いや、D。はい。僕は A で。いいですか？ A です。はい。からの、からの、4つですよね、B が今。うん、1、2、3、4だから。うん、B。B です、B。B、はい。これでもう積んでるんじゃないですか。だって邪魔できないですよね、僕のこと。あ、できるか。まだ1回できるのか。うん。から、たぶんか、それをするしかないから、E からの、E。E、E。うん。からの F ってやるしかないね。イニの範囲に行く方法があるで、僕は A でした。あ、これで1手ずつ勝ってるんだ。もう、これで絶対にしたら、A、わかりやすい。はい。すごい。で、僕らさんは B しかないね。はい。で、僕が B で、E。B しかないね。はい。で、C。ああ、なるほど。なるほど。おお。やっぱ C でよかったんだ、これ選ぶから。超えました。やった。おお。おお、別に嬉しくないのよ、なんなら。当たり前の結果だから。負けたら恥ずかしいなのよ。単語帳の表裏みたいなことですよ。そうそうそう。あ、じゃあ一応さ、さっきの選択は合ってたとかね。さっきの選択は多分合ってたはずな。なるほどね。そう、こういうのをね。作ってくれて、これ作ったんだ。これどうやって動くの？これをまあ選ぶと作ったんです。1から0から評価付きで、今先手の番で評価値がウィンになってるんで、はい、で最前提 A って表示されてて、はい、後手の番は今評価値ルーズで最前手ないんですよ。で何を選んでもじゃあ A がいいですねっていうのは分かって、なるほど、何を選んでもじゃあこの時だけなんかほらこれちょっとなんで B なんみたいなのがあったりするんですけど。っていうので工程をいろいろ変えながらずっと僕は先手の練習を後手の練習しないと、いやー後手の練習ね意味ないかなと思ったんですよね。なんかそれ見ながらだったらさ、ふくらが最前手じゃないって打った瞬間に、あ、そうそう、後手から犬がまくれるの、それ見ながらだと、これ見ながらだった絶対、うん、一回じゃあめっちゃ大事、いやいや意味ないかなじゃない、それ意味あるか、ね、だからそれを覚えなきゃいけないのと、あと前福良さんサブチャンでマンからやってたじゃないですか、うん、それの川村さんとやってた盤面を再現したんですよ、うん、その時福良さん後手だったんですけど、川村さんがもうなんか2手目ぐらいで間違いというか最前手じゃない手を打ってて、うん、その瞬間から福良さんが打ってるの全部この最前線。そうなんだ。そう。なんかそれもあって、間違えないんだろうな、この人。違えないから、それを。え、だからこれを知らなくても別に、だって、直感的にその考えて理解してる可能性があって。常に最善を選ぶんじゃないかと。っていうのもあって、はいはい、まあ、工程を覚えるのはちょっと、なるほど。俺が先手になった瞬間に、もう、俺が全部最善を選ぶから意味ないんじゃないかと。そう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 。そんなことはないと思うけど。っていうのもあってね。え、ちなみにさっきのさ、そのメインチャンネルの方の手が最善だったかどうかっていうのが、うん、確かに、映像があれば検証できます。器具があれば。はい、じゃあ見ますか。もういい、はい、もういい。で、まずは D やってたやつね。うん、D でね。本編 D。はい、はい、D をくださんが選んで。D やって次 E。はい、E をやりました。E を選んで。これは最善手なんだね。これは最善手です。はい。で、次がイネさんは ?D を味すっごい駒奥に取れてる。A を選んでたのかな、僕は。コマ送りになってる。ああ、そうそう。A だよ、A をね、はい、ね。A だね、はい、A、はい。次の最前提は俺はね、D をやった。詰まってね、ごめんね。今、5、4と1、5っていう状態だね。ごめん、ちょっと待ってね。A をやった。5、4と1、5。はい。はい、で、次、福田さんがこれだったと。D を E に。あげてると、やってる。そうですね。はい、そうですね。はい、はい、これ福田さんが構成しました。はい。最前提は？最前提もそれです。ああ、はい、ここまでは正規で。はい。で、僕が、リネさんは B。B を選んで、5個のやつを動かしてて、はい、これはとりあえずの格乱で。あ、ごめんなさい。で、実はこれ、こうちゃんやんなくていいのでは。はい。そう、で、ここが、ちょっと、その、なんか直感、なんか D を言った方が良いっぽく見えるんだけど、うん、この最前提は、うん、E で。福田さんはいい選んでたと思います。ああ、そうなんだ。だから、ああって思った。これ今再生中だ。あ、前送り。だから、EF って言ってましたね。うん、今 EF って言ったね。E やって、ポケットだから、
で、最前提は？最前提は EF です。おお、いけてるやん。すごいと思ったら。で、怖い。この辺からね、僕なんか変なことやりだしてた気がしてて、はい、何だったかな、 A か C 選んでると思うんですけど、 B かな、 A か B か C かなって。はい、 B よ。 B選んだ。 A か C。 はい、 B を選んだ。 B でした、はい、で、もう自分でも相当予測不能なことや。で、福田さんがどっち選びましたっけ。これ最前手何。これ最前手は、だから E ですね。1個のやつを動かす、真ん中を行くのが最前手だ。おお、真ん中の方がいい。おー、あ、違う、あ、全飛ばしすぎただけだね、うん、で、その後だから僕が一旦 A を1個動かして、 A を動かして、その後に D を動かす。 D を、あ、違う違う違う、 F を選んで、 F やってな、もうちょっと戻せる、もうちょっと戻せる。そうでしょ。あ、そうか、多分一瞬で A をやって D をやったんだと。そう、1個行ってから、はい、そうだね。で、これは、これは最前ですね。だから今見てるのはどこ、今見てるのはさっきの盤面で、こっから A を選んだの、犬は。そう、犬が A を選んだ。そうそう、はい、今だから、1、7、1、1ってなってる状態です。はい。で、1、7、1、ここから F、D ってなってる、ね。そうだね。で、これは最善なのね。最善です、それが。こうして、F からの D が最善で、はい、その通りやってたんだ。はい。で、この状態で、後手はルーズでも決まってるんですけど、最初からそうなんですけど、はい、僕が B 選んだ気がするな。違ったかな。あ、どっちなんだ。 C、 C は全然当たってない。全部逆のことをやってんだ、マジで。普通に思いつくのと違うのをやって別にコンピューターが入ってないからな。これに合ってる。あ、はい、これ。そうですね、はい、で、この状態の福良さんの次の最前手は D です。 D ね。が D ですね。お、 D やってる。 D なんですね、はい。お、最前だじゃん、ここ。最前だ。で、僕がその後 A 選んだから、ね、A なんですね、はい。そしてここで福良さんがまたね、多分ここ福良さん E ですかね。E、 いやいや、行き過ぎて、E、 E だと、 E、 いや、 E だと、はい、E 行ってて、その後僕がこれはリーチで、 E、 E が、 E が、この E は、この E も最善、最善なんだ。で、僕は防がないといけないから、次多分 B をやってて、リーチ防ぐために B だね、僕は。 B ね、はい、はい。で、これの最善手は？次が D ですね。D。はい、おー、 D やってる。はい、最善。はい。で、あ、なんかすごい飛んだけど、僕がその後 A を打ったのかな？ん？だって、うん、僕が A を打って、はい、で、これです。はい、A、はい。A を打って、はい。いや、これ1個前の状態で、この後に僕が A を打って、はい、はい、この手を打って、はい。で、次、福田さんの最前手は B ですが、B を打って、E。はい、ごめんなさい。E、ね、あそこないですね。はい、確かに違う。E 打って、はい。はい、で、最前手をまた打つ。はい、だから、俺はこれで、次もどうしようもないから。で、福田さんがここでね。B、今、C でポケットに入って、B までが次で。あ、ごめんなさい。C、C でポケットに入って、こうか。こうして、これを。最後に福田さんがそれ選んで勝つと。うん。あ、じゃあ、ずっと最善でした、福田さん。ああ、じゃあ後手のパターンは覚えなくてよかったね。そうですね。よかった。無駄に覚えてたらよくわかんないけど。覚えてたら無駄に。そう、でもだからね、じゃんけんにかけてたんですよ。だから乾が勝てるとしたら、なんか分岐がある手前の福良さんが、なんだっけ、 E に、 E を動かして2手連続で打てる場面で、福良さん2手連続打てる場面を選んでるけど、あれって乾の2択のうちもう片方はE が最善にならない手だったんじゃなかったっけ。うん、一回じゃあどこのこと、その撹乱をミスってんじゃない。撹乱をミスってる。あ、それで言うと多分その、そうだから最初福良さんの状態が5になって、僕が4、4、3みたいになる、なりますよね。最初1手目の後、うん、3、4ってやるから4、4、5みたいな。そう、4、4、3だよ。4、4、3でそこが5ですから、単純に5、0で、あ、そうそう、5、0、0、はい、の状態の後に、なんか僕が A 打ってたんですけど、あれを多分あの時点でなんか C とか打ってると、うん、マジでわけわかんない盤面が現れてたかも。ああ、確かに。必勝法知ってる人からしたら簡単だけど、知らない人に対してはそっちの方が、そうそうそう、なんかそうだから勝てそうになるけど、1個
相手に置けてちょっと長引いてみたいな手は確かに打てたかな、ちょっとここで A 選んでるけどなんかね、今のはちょっと今菅井さんが話すのはさっきのとは違う話で、ね、うん、さっきのは違う話で、ここじゃなくて、いやここじゃなくて、ね、ここで福良さんは E 選ぶんだよ。ちょっとこれ一回再現しよう。これで僕の番だと。ね、そう、これで福良さん E 選ぶんじゃなかったっけ。そう、福良さんは E 選ぶ。でそれはなんでかっていうと2手打てるからじゃないのこれ。まあそうそうそう。でもここの最善手ってこれなんだっけ。ここの最善手はこれで、でもその前にさ、その前にそう、これの1個前を戻してもらうと、ね、ちょっと待って、はい、でこの状態から、僕が C の方を選んでると、うん、C を選んだ場合はこれでも福良さんで、そうそうそう、この場面でさ、福良さん側はさ、あの B 選ぼうが C 選ぼうが福良さん側のだけを見ればね、盤面一緒じゃん、うん、言ってことは分かる。そうだね、ここだけ見ればね。でこの場面でも福良さんは E 選んでんじゃないかと俺は思うわけ。これは最善は E じゃないの。これ最善が、てかこれの最善今見たら、さっき僕がミスってたってことが分かったんですけど、これの最善は D です。これが D。さっき僕これの対象形で6選んでると思うんですけど、これの最善は、だからさっきサブちゃんでやったのは、僕が最善じゃないのを選んだ上で福良さんが最善じゃないのを返してきたから、ああそうなんだ、それで助かってたから僕が勝ったっていうだけだった。へえ。だからこうなってたら E じゃなくて D を選ぶ。こうなってたら D。これの最善が D は直感に反してるっていうか選べない気がする。はいはいはい、から、うん、こういう直感に反するのが最善だよ盤面を作るのが乾のやるべきだと。だから乾はかく乱ミスってる。確かにね。E に2個あるからポケットだなとかいうのではたどり着けないのが必勝形になる盤面。そう。これじゃあ福良さんが仮にこの盤面で同じく EF って選んだとしたら。うん、いいね、はい、僕の盤面が161ってなる。で F でね、はい、F。 この時どうなってるの。この時は乾が勝てる状況なの。ちょっと待ってください。そこの再現すると、ここっていくと、あれ161大手の評価値ルーズになってるの。なんで最善ではないものの、最善ではないもののこれでも先手が勝てるよってことなの。あ、だから D と E あって、 D の方がなんか先に勝つかなんかで最善って言われてるけど、確かに最善じゃない E だとしても勝てるっていう、ちょっとループ手みたいのが入ってきてめんどいけど勝てるよってことかもしれない。これは確かにね、ちょっとそこまではアルゴリズムの、これのアルゴリズムの分かりないと分かんないけど、そうだね、けど多分そうだわ。 DEF の3つの中から1個しか最善って言われないけど、実際に必勝手が1個しかないかっていうと、確かに2個とか3個とも必勝手の可能性もまああるから。じゃあこのままこれで、じゃあここの時の最善手は何なの。ここの時の最善手として出てるのは A では D。 その状態か。この状態での僕の最善手はなくて、うん、負けてる手だから、ね、そう、負けてる手だからもうなくて、例えば僕がじゃあ A を選ぶと、はいはい、次に福良さんの最善手が D になってるって、うん、で僕が何選ぶといいんだろうこれ。あ、でも負けちゃうから E 選ぶしかないのか。 FE って選ぶか、あ、B、C 選んでから行くか B 選ぶか。そうだね、B かな。普通に多分2個残ってた方がいい気がする。ああ、でこの状態で福良さんが D で、僕は分かんないけど、ここは D を使う。まあでもこれはもう必勝って分かってるから、もうあんまやっても意味ないというか、はい、こっちが勝つでしょ。これを使う。僕はから A をやって、みたいなことをやってって、やると、結果なんだ。じゃあダメじゃん、クラさんが。じゃあさ、乾のさ、そのさ、さっき間違ったやつのさ、最善じゃない、表示が最善じゃないだけで、別にそっちも一生法の中の一つじゃないかな。再現できるかもしれないんで、今再現してみよう。倉さんがこう言って、で僕が A を置いて、さっきは4の方を。せないでこう、その、でかい方を動かした。さっきこういう場面になってたんですよね。僕が悩んでるとき、多分。どっちか置いてみて。この。僕が下。下だから、下が先手なんで。こう、こう。0、1、5で。で、1?5が5、4、ここが5で4と、そうです、4で5で、下が、あ、下がいい、これでいいのか、
これが、サブチャンネルつって1戦目犬が勝ったやつ、ね、そう、はい、で福良さんここから F 選んだんですよね、うん、F を選ぶとこの盤面が現れますと、うん、あ、はいはい、で、で僕がここで B を選ぶか A を選ぶか B は違うんだよなって言って、うん、C 選びました、ね、うん、C 選んだ、で C 選んだね、けどで C 選んでも結局そうだ、皇帝の評価値ルーズだったから、うん、これはこれで勝てる手でした、あ、じゃあじゃあじゃあ最善じゃないけど勝つ手なんだ、そう、なるほどね、クソ戦って必勝じゃん、そういうことだ、じゃあそうです、1個だけじゃなくて結構じゃあ最善手、最善手ルートあるんだ、そこまではちょっとそのだって最善手って調べ表示されてるやつしか打たないから、あ、じゃあサメちゃんで皇帝で勝ってるのはじゃあ結構すげえんだ、すげえってな、なかなか起こんない、いや、なかなかっていうか、まあ、確かこれを知ってればなかなか起こんないだけであって、ああ、なるほどね、別にどっちにしろ勝っちゃうから、なんか2回間違えてももしかしたら負けないのかもみたいな、絶対としたら相当すごいことで、うん、そう、でもあのクリティカルなところで間違えるとまず一発で変わります、だ最初とかはもう A、B ってやらないと絶対にもう相手に打つ、あれは A やった後 C とか言っちゃっても相手に打っちゃいます、それは、だから基本的にこっち側こっち側が少なく主力だってことでしょ、そうだと思うんですけどね、おそらくこの挙動を見る限りは、うん、でも A、C でも打つるんだったら全然その1点ではないってことで、意外と複雑ってことでしょ、まあ A、C でやるとそうですね、 A、C ってやっちゃうと後手の方がウィン、後手がウィンになっちゃうんで、あ、最初が A、C の方が、っていう感じでした、奥が深いですあのなんかね、これがなんか、まあ、わかんないけどこれぐらいまでしかこう分析できない、わかんないけどらしい、簡単にはこれぐらいっていうのはサイズ、あのそうです、遊びなんかスイッチの遊び対戦ってあるじゃないですか、うん、あれとかってなんか石がもう7個ずつとか入ってて、はいはい、マスも7個ぐらいずつあってみたいなとかやりだすと、あのもうなんか回んなくなっちゃう、今乗ってる先のアルゴリズムだと、アルゴリズム自体いいのかもしれないけど、なんかパソコンのスペックとかも含めてなんかそんな簡単にはできないらしい、やっぱり深いんだね、だって選択肢が単純にその2倍以上増えるわけだから、そうだね、会場で増えてきそうっていう感じらしいっすわ、まあということで今回乾さんがめちゃめちゃ頑張ってた、まあ乾さんと鶴崎さんか、鶴崎さんですね鶴崎さんが頑張ってくれました、まあね、よく1週間以内に作ってくれたね、あ、なんか2日ぐらいで、まあ、すごいなんか、まあということなので、なんかこれだったら1週間他のメンバーに練習させれば福田さんに勝てそうっていうパズルとかボードゲームみたいなのを教えてください、教えてください、貸して、はい、ということで、いろんなチャンネル、クイズノックがやってますので、ぜひ見てください。ということで、さよなら。さよなら。メインのうちのこの動画を見てね。